みんな旅してる？どうもしげです。キューバ、バラデロ、社会主義の激安リゾート。それではスタート。社会主義国キューバの有名リゾート地バラデロに到着。バスターミナルなんだけど、宿まで15キロぐらいあって、またタクシー代結構かかりそうなんだよね。外出ると早速タクシーが何台か止まってて、声かけてきました。こちらのオフィシャルっぽいタクシー、やっぱり宿まで20ドルって言われました。宿へ出発。キューバはなんやかんやタクシー代結構かかるな。バラデロは15キロ以上の細長い半島にある有名リゾート。長いビーチが続いており、リゾートホテルもたくさんあります。タクシーでおよそ15分、イベロスターラグナアズール到着。今回はなんとオールインクルーシブの5つ星リゾート。チェックインは4時からって書いてるけど、一応聞いてみよう。部屋は4時からだけど、チェックインはさせてくれて、このバンドくれました。これで飲み物を飲めるそうです。相当でかいホテルらしくて、今いるレセプションはここ。飲み放題食い放題なんだけど、夜のレストランは予約が必要らしいので、今のうちに行っちゃおう。レストランの予約この奥だったんだけど、今日はもう閉まってて、予約は明日の朝7時半からだって。ホテル内にはツアーデスクもあって、周辺のツアーを予約することもできます。部屋開くまで少し時間あるから、プールでも見に行ってみますか。おー、広いね。プールもたくさんありそうです。オールインクルーシブだから、滞在中は金のことを気にしなくていい楽園。プールのある中庭をぐるっと囲むようにホテルの建物が並んでいます。まさかキューバにこんな天国があったなんてね。プールのある中庭をそのまま突っ切っていくと、その先はなんとカリブ海ビーチ。おいおい、マジかよ。真っ青なカリブ海と真っ白なホワイトサンド、さすがバラデロ最高かよ。3泊するので、カリブ海を見ながらのんびりしたいと思います。あとで部屋紹介するけど、また値段が安いのが嬉しいんだよね。オールインクルーシブだから、とりあえず一杯いただきますか。いろんな種類のハバナクラブのボトルが置いてあります。アイスコーヒー頼んだらイメージと違ってフローズンが来た甘めのコーヒー牛乳って感じ。社会主義国だからか、チェックインの手際は結構悪かったけど、キー受け取ったので部屋に向かいます。部屋に到着。今回の部屋はリラクゼーションダブル。年季入ってて、ところどころ汚い感じもするけど、広いですね。なんせビーチのそばのオールインクルーシブで、一泊約80ドル、1万2000円強ですから。広いベランダの先は中庭の外側、また別のプールあるんですね。バスルームもとても広々してます。ハンディシャワーに広々浴槽付き。ただ少しゴミとか入ってるっぽいな。まあところどころ適当なところもありつつ、問題なく過ごせるんじゃないでしょうか。すっかり夜、夕飯食いに行きます。夜は結構暗いね。人がたくさんいる、ここが予約不要のビュッフェレストランかな。行ってみよう。肉とかちょっと重い系のコーナーはこんな感じ。肉、炭水化物、たまにシーフードが並んでる感じかな。どっちかっていうとサラダ寄りのコーナーがこんな感じ。ただ生野菜ちょっと当たるの怖いから、今回はあんまり食べないようにしようかな。この辺りは主にハムコーナー、この辺りは主にチーズかな。デザートコーナー、南国なのでフルーツは結構いろんな種類がありますね。自分で取るアイスコーナーにケーキコーナーなんかも。オールインクルーシブだから飯全部無料。まずはビュッフェから肉系中心に取ってきました。飯は特別うまいわけじゃないけど、まずまず普通に食えるレベル。飲み物ももちろん飲み放題だから、1杯目はビール。キューバビールのクリスタルかな。あっさりめだけど、ほんのりコクがあって悪くないよ。2杯目は赤ワイン、スペインの赤ワインだそうです。思
い系のワインだね。まあ、正直あんまりうまいワインじゃないかな。安めな気がする。2周目は少しイタリアン風に仕上げてみました。残念ながら白ワインはないということで3杯目もビール、生地厚めで具材薄めのピッツァ。残念ながらうまいとは言えないけどつまみにはなるね。たまにこういうシェフコーナーがあって、ここでは魚を焼いてくれてます。こっちではチキンを切り分けてくれてますが、かなりのデカさ。待望の魚のグリルを取ってきました。淡白な白身のグリル、多分淡水魚で少し泥臭さあるね。あと味付けがちょっと薄いわ。もう少し塩振ってほしかった。なんやかんやで腹はいっぱいになりました。ごちそうさまでした。初日なので今夜は軽めにこの辺で部屋に戻ります。夜風が気持ちいいね。明日はプールやビーチを満喫しよう。部屋の中に水たっぷりあるから飲み水の心配しなくてよくてありがたい。明日も宿の周りでのんびりします。おやすみなさい。おはようございます。今日もいい天気。朝起きてのんびりしてたら朝食閉まっちゃった。ランチは1時かららしいです。ちょっと遅いね。今担当の方にレストランの予約をしていただいて、選択肢はジャパニーズレストラン、これはインターナショナルかな、イタリアン、あとこれはよくわかんないランチョンレストラン。最初は今日と明日どこも満席って言われてマジかよって超焦ったんだけど、よくよく粘ってみたら今夜7時からのイタリアンと明日9時からのキューバレストラン予約できました。よかった。無事ディナーの予約も済んだことだし、とりあえず海行きますか。朝一ハランダというセルベーサービアをいただきます。グラシアビアを持っていざカリブ海ビーチへ。すげえ楽しそうに音楽に合わせてみんなで踊ってます。カリブ海版ラジオ体操って感じ。カリブ海見ながら飲むビール最高。ちなみにさっきから海なので GoPro で撮影中。見てこのカリビアンブルーの海、冷た、気持ちいい。目の前の視界は全てカリビアンブルーの青い海が広がっています。どこまでも長く続く海岸線、このロケーションのオールインクルーシブで1泊1万2000円はすごいね。ビーチでくつろぐ人々を見ていると、ここがあの社会主義国キューバのリゾートだとは思いもしません。一つの問題は人が多すぎてビーチベッドがほとんど埋まっちゃってんだよね。ビーチバーがあるから喉渇いたらすぐ酒飲めるのもありがたいね。とりあえずおかわりビールをゲット。ここで無料のビーチタオル借りられるはずなんだけど、まさかの品切れ中だって。この辺りは社会主義リゾートって感じかな。ビーチはかなり混んでるので、ランチまではプールエリアでゆっくりしようかな。ビーチタオル借りるためにはこのレセプションで15ドルのデポジットをクレカで払う必要がありました。デポジットを払ってゲットしたタオルチケットで無料のタオル借ります。よっしゃ、ついに無料のビーチタオルゲット。いろいろ歩き回って疲れたので、うわープール気持ちいい。しばらくこの辺りで日焼けします。アディオス。雲一つない快晴、やばいね。腹減ったから昼飯食いに行こう。昨日と同じレストランでビュッフェいただきたいと思います。腹減った、いろんな種類ありますね。とりあえず適当に取ってきました。いただきます。海の近くだからか魚やイカリングなどがあります。味もまずまず。飲み物は引き続きビーエアいただきます。
2ターン目取ってきました。あとピザの焼き上がりを待ちます。今日は白ワインもあるみたい。おそらく安めのやや辛口の白ワイン、まあサイゼみたいなもんだと考えれば十分でしょう。キューバは今のところあんまり蚊いないんだけど、たまに刺されるんだよね。はい、焼きたてのピザいただきます。ピザ焼きたてでなかなか取るのに時間かかった。食後のホットコーヒー、苦さの奥に甘さも感じてうまい。午後はビーチバーでビアを受け取りまして、少し空いてきたカリブ海ビーチでのんびりしたいと思います。いやいや、どうよこれ、青々として綺麗だろう。午前中は激混みだったけど、今はだいぶ落ち着いてるということで、ここに陣取ろう。この南国感漂うパラソルもいいよね。おやすみなさーい。昼寝したから最後に少しカリブ海入ってくぜ。うーふー、気持ちいい。カリブ海最高、気持ちいい。それなりに波は高いのと岩があったりするから気をつけた方がいいね。十分リフレッシュしたので一旦部屋に帰ります。夕方になるとプールに移動してくる人が多いですね。プールバーも大盛況。部屋ノックされてなんだろうと思ったら、フルーツ盛りなぜか持ってきてくれた。しかも超たくさん。今夜は7時からイタリアンの予約をしているので飯食いに行きます。予約制のイタリアンレストランはどうやらこちらのようです。ビュッフェ会場に比べるとだいぶこじんまり。これは確かに予約制だ。一杯目は白ワインをいただきます。甘さもあってほんのりドライって感じかな。ビュッフェレストランで飲む白ワインよりはいいやつな気がする。前菜は3種類から選べたんだけど、フィッシュカルパッチョでお願いしました。特別うまいかって聞かれたらそんなことはないんだけど、まあ臭みはないし、上に乗ってる粒胡椒がピリリと効いていい仕事。ワイン進むね。小さめのパンもう一ついただきました。バター付き。白ワインいい感じだったのでおかわり。メインはパスタ、肉、魚6種類ぐらいから選べたんだけど、今回はビーフ。肉は固めだけど塩味しっかり、粒胡椒も効いてて味付けうまい、酒進む。白米はパサパサモソモソでしょっぱくて、正直かなりいまいち。肉といえば続いては赤ワイン。ミドルボディぐらい、やや渋めの赤ワイン、しっかり味のビーフといいよ。買うね。ラスト赤ワインおかわり。ラストデザート、フルーツケーキいただきます。多少フルーツ入っててボソボソっとしてるけど、まずくはないケーキ。まあここはキューバですから。ふう、腹いっぱい、ごちそうさまでした。明日も引き続きゆっくりおやすみなさい。おはようございます。今日も相変わらずいい天気。
まずは朝飯いただきます。カリカリベーコンが品切れ中なのが残念。朝食は正直いまいち。加工肉は安定のうまさ。今日も午前は青いカリブ海を見ながらゴロゴロします。無事ビーチベッド確保。やっぱ午前中は人が集中するから早めに来た方がいいね。まだ午前中なのでパイナポージュースいただきます。甘うま。それではしばらくの間おやすみなさい。午前中は禁酒しようと思ってたけど我慢できなかった。セルベーサービーヤー。目の前では9番ダンスのレッスンが始まりました。さすがラテンの国、みんな明るいね。ずいぶん日焼けして暑くなったかな。気持ちいい。カリブ海最高。少し冷ためで涼むのにちょうどいい水温、最高。せっかくだからビーチ沿いを少し散歩してみよう。砂が舞ってるから透明度はそこまで高くないけど海の色はすごく綺麗。長い海岸線、先が見えなくなるまで延々とビーチ続いてんのよ。すごくない？200〜300メートル歩くと別のホテルのビーチに到着。こんな感じでバラデロは延々とホテルが続いてます。とんでもなく長いビーチだからこんな風にビーチランニングもできちゃうね。延々と続くカリブ海ビーチ最高です。リラクゼーションダブルという部屋に泊まってるからリラックスゾーンっていうのも使えるらしい。ということでリラックスゾーンゲスト専用レストランで昼飯食ってみます。どうやらオーダー制っぽいよ。チーズクリーム、チキンウィズバターソース、ビーフ、ローステッドポーク、グリルフィッシュ、パスタ。キューバリブレ飲もうと思ったらコーラ切れてて作れないということでビール。2杯目はロゼワインをいただきます。ほんのり甘くてすっきり飲みやすい美味しいロゼワイン。料理がようやく来たけど頼んでたのとちょっと違うかも。多分来たのはチキンの普通のグリル。ただ味はうまいからよしとしよう。専用エリアのオーダー式レストランなのでクオリティはビュッフェよりはだいぶ高いね。ごちそうさまでした。腹ごしらえも済んだのでしばらくリラックスエリア専用プールでのんびりします。わーい、このベッドゾーンでゴロゴロしよう。おー、ふかふか気持ちいい。おやすみなさい。ホテルのロビーでは Wi-Fi つながるんだけど壊滅的な遅さ。キューバだね。プール脇のバーでキューバリブレ頼んだらコーラないからってことでファンタ割りになりました。オリジナル。オリジナル。おお、ラムのファンタ割りでもうまい。リコ。グッド。ホテルの Wi-Fi 遅くて使い物にならないので20ギガ追加購入してテザリングします。やべえ、やっちまった。そもそもテザリングできるSIMカードじゃなかったっぽい。無駄がねー。9時になったので予約したキューバ料理レストランで夕飯食います。前菜チキンサラダかキューバンスープからキューバンスープ。具は少なめだけど香辛料のたくさん入ったスープがうまい。一緒にパンも運ばれてきました。
酒すげえ時間かかってやっと持ってきてくれましたけど、まさかのスパークリングワインがあった。かなり甘めのスパークリングワインだ。飲みやすくてうまいね。メインはチキン、ポーク、フィッシュからポークをお願いしました。硬くて味付け薄めだけどシンプルな豚のグリルだね。定番の白米も付け合わせでついてます。結構これはしょっぱい味付け。注文制のレストラン、どこも量少なめだからペロッと食い終わっちゃうね。てかさ、虫除けスプレーちゃんとしてきたのに足めっちゃ蚊に刺されてんだけど、クソかい。デザートはエクレア、ライスプリン、アイスクリームからアイスクリーム。ココナッツアイスかな。しっかりアイスでうまい。蚊に刺されてマジかゆいのでそこ食って帰ります。明日はハバナに戻ります。おやすみなさい。おはようございます。朝食ビュッフェいただきます。チェックアウト前にカリブ海を一目拝みに来ました。朝から9番カクテルの大切りいただきます。ラムすんげー強いのにレモンの爽やかさとカリブ海の青さでグイッと飲みちゃうから危険なやつ。今日は風が強くて波も高め、海の色もいつもよりパステルカラーかな。キューバの紙コップマジで貧弱だから5分ぐらいでふにゃふにゃになって染み出してきちゃうんだよね。プールサイドでブルーラグーンというオリジナルカクテルいただきます。これもまたラムベースでラムたっぷり入ってたんだけど、パイナップルジュースもたっぷり入ってるから飲みやすいね。キューバなのにモヒートやピニャコラーダは今作れないと言われました。物資不足はやっぱりキューバだよね。3泊した宿をチェックアウトしました。年季が入っていろいろガタが来てるところもあったけど、値段を考えたらいいところだと思います。タクシーを呼んでもらってる間ロビーで最後の一杯ビールいただきます。クリスタル。オールインクルーシブ泊まると滞在中血中アルコール濃度ずっと上がりっぱなしだから健康不安になるよね。タクシー呼んでもらってようやく来ました。ギリギリの時間だな。これで20ドルバスターミナルまで向かいます。このクラシックカーに乗ってバスターミナルへ向かいます。間に合うよね、さすがに。バラデロを走ってるとリゾートホテルらしき建物がたくさん見えますね。あれはまたモダンな形の大型ホテル、リベロスターだ。これもこのドライバーめちゃくちゃかっこいいな。イケてん、なんかワイルドスピードに出てそうな感じ。ムイビエン。車内のあらゆるところにメルセデスのエンブレムっていうのがクラシックカーっぽいね。クラシックカーに乗ってるとキューバにいるって感じがするよね。あれはまたなかなかでかいリゾートホテル。タクシーのアミーゴに20ドル払ってバラデロのバスターミナルに到着。チェックインは1時間前までだぞと切れられたけど無事なんとかチェックインしてもらいました。皆さん早めに来ましょう。ということでハバナ行きのバスはこれになります。出発前に50ペソでトイレ借りました。バスは前回と同じような感じ。それなりに年金入ってるけど広さは余裕あります。13時、バラデロ出発。バイバイバラデロ。この辺りは随分モダンなホテル、グランドアストン。バラデロの美しい海岸線を見ながらハバナへ向かいます。バラデロから約2時間45分、ハバナ旧市街の入り口で止まってくれたので下車しました。新市街革命広場近くのバスターミナルまで行っちゃうのかと思ったけど、ここで止まってくれて助かったわ。中央公園にある宿まで1キロぐらいなので歩いていきます。リゾート地のバラデロから一転ザ・キューバって感じのハバナに戻ってきました。
本日一泊する宿イベロスターパルケセントラル到着。チェックインしました。コロニアルダブル。ハバナ、こんなに素晴らしい部屋が一泊23,000円ぐらいで泊まれます。コロニアルダブルなので植民地時代の面影を残すコロニアル調。バスルームも清潔で激広。普通のサイズのシャワー室に、なんと湯船もついてます。すんげーいいホテル。作業しやすい立派な机もついていて、 Wi-Fi も無料、しかもそれなりに早いです。これなら動画上げれんじゃね。いい宿だね。宿のロビーのバーもすごくいい雰囲気。腹減ったので夕飯食いに行きます。路上に人がたくさん集まってる。ジャズの演奏してるっぽい。キューバ最後の夜だから持ってるキューバペソを全部使い切んなきゃ。ある程度でかい道はさすがに明るいんだけど、一本曲がるだけで劇的に暗くなるのがハバナ。あんまり危険な感じはしないけどね。今夜は Google マップで口コミの多いラ・グアリーダ行ってみよう。ここかな。レストランエリアが満席だということで、ルーフトップのバーエリアに着席。おしゃれ。飲み物はキューバリブレみたいな酒、クバータ。7年もののハバナクラブにライムとコーラだから、高級キューバリブレみたいな感じなのかな。もうキューバリブレそのままの味。メインで頼んだグリルドフィッシュが来ました。うまそう。上に乗っかってんのどけてみたら結構魚量あった。表面カリッと、身はふっくらで臭みも全くなくて、普通にうまい白身魚のグリル。正直オールインクルーシブで食べた飯よりはだいぶうまい。追加料金払ってサイドで頼んだ白米と共にいただきます。パッサリ系の米で固めの炊き上がりなんだけど、ほんのり塩味ついててうまい。ルーフトップだから見晴らしもいいね。新市街の高層ビルもいくつか見えてます。キューバではかなりの高級店だと思うけど、その分クオリティはバッチリ。うまかった。ここキューバにジャパニーズウイスキー響きが置いてあります。びっくり。ここがレストランエリア。ここも味があって素晴らしいよね。歴史ある建物に入った素晴らしいレストランでした。キューバ最後の夜だからジャズクラブまで歩いてこうと思ったら、夜歩くの危ねえからタクシー乗ってけよって言われて、1,500ペソ、そんなに高くなかったんで乗ってことにします。このドライバー曰く、昼歩くには問題ないけど夜歩いたらベネズエラみたいに危ねえぜとのことでした。まあちょうどあと1500ペソ持ってたから使い切れるからいいや、乗ってこう。まあでも確かに言われてみればこの街を20分歩いて行きたくはない。あれ今日やってないもしかして。うわー最悪、ハバナで有名なジャズクラブ来たのに閉まってるっぽいんだけど、なんで。なんてこった。近くの人に聞いたら今日はクローズと閉まってるって。マジかよ。なんてこったということで、もうしょうがないからホテル帰ります。ドライバーさん曰く、ハバナのジャズクラブは残念ながらあの店だけらしいです。はあ超残念。10ドル追加で払って宿に帰ってきました。ホテルはセントラルパークの目の前にあるので少しだけ散歩していきます。セントラルパーク周辺はいい感じのホテルがたくさんあるようです。ライトアップされたグランテアトロ、シアターも美しい。グランテアトロの隣にはこれまた美しくライトアップされたカピタリオ、ハバナの象徴、旧国会議事堂。美しいよね。カピタリオは昼も立派だけど夜が圧倒的に美しいね。13年ぶりのキューバも今夜で最後。あージャズクラブ行きたかったな。明日のフライト早朝で早起きしなきゃいけないので
そろそろ宿に帰りますか。明日乗り遅れたらたまらんからね。宿帰って寝ます。すげえいい宿なんだけど、なぜかこの部屋めちゃくちゃ蚊がいて、もう多分10匹ぐらい殺してるから、宿の人に蚊取り線香みたいのないって聞いてます。係の方が来て蚊を殺すスプレー一応撒いてくれたので、これで蚊が死ぬと信じて今夜は寝ることにします。明日はドミニカ共和国のサントドミンゴへ。おやすみなさい。おはようございます。宿をチェックアウトしたのでタクシーで空港へ向かいます。ホテルの目の前の人に話しかけられて、空港までタクシー30ドルって言われました。そしたらタクシーの仲介だったみたいで、まず両替してやるって言われたんだけど、この路地の奥にお金持って消えてった。変なやつに話しかけられてついてくんじゃなかった。もう両替トラブルに巻き込まれて急いでんのに全然空港へ行かない。あーマジでうざいわこいつ。本当にいろいろあったんだけど、トラブル巻き込まれて、10ドルのお釣りペソでしか渡せないって言われて、もう今ペソもらったって意味ねえんだ。もう本当にうざい。みんな気をつけてね、キューバトラブル。久々に大喧嘩しちゃった経緯を話します。宿の前でタクシーと話しかけてきた男に、空港に行きたいと言ったら最初50ドルだと言われる、空港までは30ドルって聞いたよっつったら OK 30ドルだってことになって、でついてったらそいつタクシーの運転手じゃなくて周りの人に値段交渉を始める。で今乗ってるこの方が空港まで連れてってくれることになって、合計30ドルだから先払いしてくれって話になる。そこで40ドル渡して10ドルお釣りくれっつったら、10ドル今ないから両替してくるって言ってから20分ぐらい待たされました。でなんで結局待たされたかっていうと、そいつは紹介料を中抜きしたかっただけで、ドライバーは20ドルしかもらってないらしい。あの男がいろんなとこ回ったけど、結局ペソからドルに両替できなかったからっつって、ペソで2500ペソお釣り渡してきました。キューバ国外で使えないペソを今このタイミングで渡されてもしょうがないでしょ。しかも急いでるって言ってんのにめっちゃ待たせてくれてた。皆さんも変なやつとの両替とかタクシーに乗るときは本当気をつけてくださいね。まあ今回は明らかに怪しそうなやつについてって俺が悪いんだけどね。空港でなんか買うとしてたくさんペソ持っててもしょうがないので、1000ペソはドライバーさんにチップとしてあげよう。グラシアス。グラシアス。なんとかハバナホセマルティ国際空港到着。1時間半前だからまだチェックインできると信じてる。ああもうトラブル続き。チェックインにはドミニカ共和国の e チケットっていうのを見せなきゃいけないんだけど、なぜかここに来て携帯繋がんなくなった。しかも空港の Wi-Fi 繋ぐには有料の Wi-Fi カードいるってことで、ここで有料の Wi-Fi カード買います。1時間わずか25ペソ、激安でこの Wi-Fi カードを買ったので、カードに書いてあった ID パスワードを Wi-Fi 接続画面に入力して、おー繋がったっぽい。今回乗るのはエアーセンチュリー。なんとかチェックインできたのでセキュリティチェック向かいます。出国手続きが遅すぎて全然進まない。8時半からボーディングタイムなのにやべえよ。もうボーディング開始30分も過ぎちゃった。キューバの空港やばすぎる。遅すぎだよ出国審査。乗れるかな。急いでゲート向かいます。9時7分、危ねえ。なんとか間に合った。ゲートで待ってたバス乗れました。ドミニカ共和国サントドミンゴ行きのエアセンチュリーはこちらのようです。小型機。今回は2列2列の小型機です。オーバーヘッド便狭すぎてバックパックマジギリギリ入った。俺の席は最後尾、シートピッチはある程度余裕あります。ただ悲しいのが隣の人が巨漢すぎて縮こまって座っても腕が俺の方にはみ出てる。生命数千円も払って SIM カードをリチャージしたのにいきなり繋がんなくなるとかマジやめてほしいわ。たった今ハバナをリリーク。バイバイキューバー。機内食結構本格的。サンドイッチにクッキーとスナック、飲み物も洋梨のジュースと水までくれました。ドミニカ共和国の首都サントドミンゴに無事到着。
サントドミンゴは2つ国際空港あるんだけど、小さい飛行機ばっか止まってるから、ここは小さい飛行機専用の空港なのかな。カリブ海3カ国目、ドミニカ共和国に入国。今回はここまで。次回サントドミンゴ編お楽しみに。